今日のイカれた偉人は小説家永井荷風。代表作にはアメリカ物語があります。エリート官僚の父を持つお坊ちゃんとして知られています。そんな金持ち荷風はいつも自身のボストンバッグに全財産をぶち込んで持ち歩いておりました。しかし75歳の時、なんとこのボストンバッグを紛失したのです。バッグの中には1700万円の入った通帳、小切手500万円分が入っており、その総額なんと現在でいう8億円。まあ、なんとか見つかったのですが、あまりにも不用心すぎますよね。さらに金持ち荷風は女遊びが大好きで、まあ、ただ遊ぶだけでは飽き足らず、なんと自腹で遊女屋を作り、さらにはその遊女屋の壁に穴を開けて他人のプレイを覗き楽しんでおりました。皆さん、いくらお金があったとしても覗きとか間違った使い方はしないでくださいね。ではまた。